これから暁を使って花の摘花の様子を撮りたいと思います。まず元ですね。元についてるお花は少し撮ります。そして先についた花も撮ります。もし先に実がついてしまったら重みで折れてしまいますので少し取っていきます。もったいないですね。ちょっとかわいそうだけどごめんなさいね。そして上を向いている花も取ります。上を向いてますね。もし上に実がなると桃は上にな実が大きくなるわけにいかないのでよじれてしまいます。そうすると枝が折れてしまいます。下を向いてるお花を残します。こういう感じですね。それも間を透かせながらこんな感じですね。こんな感じ、このぐらい。これで一枝に一つならせるかならせないか、そんな感じになります。この枝もよく花つきがいいのでもう一度やってみます。まず元についてる花、ここに実がなると大きさでここの枝に触れてしまって傷がついたりします。そして枝先ですね。枝先はもちろん取ってしまいます。もったいないですけどね。こんな感じです。ポロポロ取れます。触れただけで取れますね。はい、そして上を向いている花を取ります。こんな感じです。で、間引きながらこの枝はもうならせないようにした方がいいかもしれません。よいしょ、このぐらいにします。リブなくなりました。もう一度やります。これが元のやつは取って、上向きは取ります。そして枝先ですね。花を取ってしまうのかわいそうですけれども、木が疲れないのとできるだけ養分を残してあげたいのがそういう理由で取ってしまいます。はい、これでこんな感じで取ります。はい、以上花の摘花になります。ご視聴ありがとうございました。